フュージョン、フュージョン、フュージョン、ジャズフュージョンは、1970年代半ばに、発生した、ジャズを基調に、ロックやラテン音楽、電子音楽、時には、クラシック音楽などを融合、フューズさせた音楽のジャンルであ、ジャズの派生ジャンルとされている。電気楽器をジャズに導入する試みは、1960年代後半から開始された、マイルス・デビスの、 In a Silent Way ビッ Bitches は初期のエレクトリックジャズの代表作である。電気楽器を使用したジャズは当初はジャズロックやエレクトリックジャズと呼ばれることが多かった。それ以前の1966年にラリー・コリエルのザ・フリー・スピリッツのアルバムが発表されているが知名度は極めて低かった。またギルメレのトム・シックスも 最も初期のエレクトリックジャズの一枚ではないかという説もある。さらに1970年代、72年頃に入るとソウルミュージックやラテン音楽の要素を取り入れ、クロスオーバーと呼ばれるようになる。同時期にはクラシック音楽を題材にした曲もあり、異例のセールスを記録したデオダートのサラウストラは各語りき、アール・シュトラウスやボブ・ジェームスのハゲ山の人よ。 エムムソログスキー等がある。またジャン・リュック・ポンティのアルバムも話題になった。70年代半ばになり、クロスオーバーをさらに商業化したサウンドが現れるようになると、他のジャンルと融合した音楽という意味で、それらの音楽をフュージョンと呼ぶようになった。一方で、フュージョンは同時代のディスコや産業ロックと同じように商業主義的だとして批判されることがあった。 77年頃に盛んに NHKFM を中心とした日本の FM 曲でオンエアソタミュージシャンにはリー・リットナー、ラリー・カールトン、アルディメオラ、高中正義らがいた。78年にはチャック・マンジョーネのフィールズ・ソー・グッドが全米でトップ5に入る大ヒットとなった。R ・クルーがインストカバーしたダンス・ウィズ・ミー、オリジナルは、オーリアンズは、 電気情報番組のバックで盛んにオンエアされた。1990年代から現在にかけては、フュージョンを大衆に聴きやすくしたスムーズジャズのジャンルに移行している。アメリカのビルボード氏においては、フュージョンはコンテンポラリージャズに分類される場合がある。フュージョンの曲の多くがボーカルなしのインストゥルメンタルであることも大きな特徴であり、このような楽曲的特徴から、 BGM としても耳馴染みの良い音楽に仕上がっているため番組専用の音楽が作られていない。テレビラジオ番組においてあらゆる場面であらゆるフュージョンアーティストの楽曲がテーマ曲や BGM として多用されているほか番組テーマ曲として使用された曲もある。1960年代半ばにキャノンボールは誰がマーシーマーシーマーシーなどの楽曲で ジャズとソウルを融合した音楽を演奏し始めた。これらの音楽はソウルジャズと呼ばれた。60年代後半になるとマイルス・デイビスやトニー・ウィリアムスのライフタイムがエレクトリックギターやベースギター、エレクトリックピアノといった電気楽器を用いてロックをジャズに取り入れ、エレクトリックジャズ、ジャズロック、クロスオーバーと呼ばれる演奏を始めた。後にハービー・ハンコックやジョー・ザ・ビヌル、 ヤンハマー、チックコリア等が、モーグシンセサイザーを取り入れている。日本でのフュージョンブームは、1970年代後半から1980年代前半にかけておき、個人のフュージョンミュージシャンや、いくつかのバンド、グループが活躍した。国内アーティストでは、高中正義や日野照正の楽曲が、FM 曲で、たびたびオンエアされた。また、 渡辺和美や渡辺貞夫も注目された。グループでは、プリズム、ザ・スクエア、ゲンティ・スクエア、カシオペア、ネイティブ・サン、スペクトラムなどが挙げられる。日本で知られるようになった国外のバンドとしては、シャカタク、UK、メゾフォルテ、フルーツケーキといったバンドがある。シャカタクの曲は、テレビ朝日系シニア番組、トゥナイトのテーマ曲になり、連日オンエアされた。 t スクエアは日本だけでなく、海外でのレコーディングや、ライブも、積極的に行った。また、シンガーソングライターの門松俊樹は、インストゥルメンタルアルバム、She is, A lady や、Legacy of you をリリースした。フュージョングループは、個々のメンバーが高度な演奏技術を持ち、その技巧を生かしたアルバムや、軽快かつポップな楽曲が、テレビ番組の BGM や、天気予報に使用されたり、 ライブでの動員により、フュージョンブームが70年代後半に発生した。いくつかの楽曲は、天気情報、天気予報や、モータースポーツ、テレビ番組での BGM、CM などで盛んに使用された。1990年代以降は、J-POP の台頭もあり、一時期のフュージョンブームは去ったものの、2000年代以降も、プリズム、t スクエア。 カシオペアなどはメンバーチェンジを繰り返しながら活動を続けており一定のファン層が存在しフュージョンという一ジャンルを確立しているバンドグループのミュージシャンも含む個人についてはジャズ音楽家の一覧も参照楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください